はい、どうもさん、こんにちは。もち TV です。今回もアルテニスウルトラスマッシュやりましょい。今回もガチ。なんと、シングルス2683まで、まあ、トントントンと来ました。700いこう。まあ、これね、700いけるかっていうところで、まあ、ちょっとやっていきましょうか。行きましょう、行きましょう。700いった時点で、ちょっとなんか、あの、なんか、ちょっと練習したいことがあるから、それをね、お手軽で。2700の実力をみんな見せた方がいいんじゃないかな、俺との対決で。あ、どうなん、でもさ、どっちにしろベビークッパージュニア使いだから、まあ差が出ちゃうよ、はっきり言って。まあ、その、どっちがベビークッパーを使わないかで差が出ちゃうよね。そう、まあ、ダブルス一回やってもいいけど。ダブルスね。うん、待って、ダブルスも、ね、じゃあ練習したいんだけど、それは、ね、そう、2人できない。あれはどうやってやるのかな、できんのかな、ちょっとなんか、普通の練習モード、練習モードっていうか、シーコン相手に2人でね、うん、やるのどうやってやるのか。 K さん、 K さんどんなの。ワリオね、力系か。そう、パワー系なんだよ、パワースタイル。あれがウルトラスマッシュなんでやばいよ。ウルトラスマッシュやられたらきついね。マジマジ、あべ、おお、やべやべやべ、おお、よいしょ。ワンチャン、いやワンチャン、ワンチャン唯一ワンチャン。うわ、早い。250キロじゃん。銀かもしれん。え、銀じゃない、波動球。波動球持ってる。持ってる持ってる。あいつ。銀や、あいつは。おお。やべ。ああ、早いな、球が。鋭いところ打ってきてる。うん。やるよ。あべ。おお。よいしょ。あべ。あ、そっち。そっち打てる。はい、あ、来た、はい、波動球、波動球開始。スネークからの桃白ダンク。桃白ダンクから気持ちいいよな。おいおいカイドの真似今の、うん、いや違う。誰、ああ結構、結果対角線上のあれになってる。そうそうそう。おお、逆取った。うわー、うまい。やるよ、やるやるやる。弾が速え。やべ。うまい。あー、これが、おお、これがうまいわ。対角線にね。そう、ギュインクル。あれ知りたいんだよね、俺も。どうやってやるんだろう。しっかり振るわけか。そう、ここら辺じゃ勝たせないと。うん、これがね、振り分けてくる。しかし負けない、ベビークッパー。やべ、これまずい。危ねえ、危ねえわ。縦に振ってラケット、危ねえ。前転みたいな。おお、おお、こっちも振り分ける、振り分ける。ロブ打ってオーケー。タイミング難しいの。はい、はい、おーい、オーケー、おー、おお、防御しっかりしてる。さあ、柱に入れるのかっちゅうね。柱、あー、うわ、今のね、お、ちょっとね、まだ部長から認められてないな。認められてる。あべべべ、お前が、あー、お前が、お前うるせえよ。なんじゃお前、お前、あーってお前耳に響く。うん、ピーク、おお、いいね。やべ、あ、すげえ。やべ、おお、よいしょ。ワンチャン、ワンチャンあるから、ワンチャンありあい。お、怖っ。234なんだよな。あ、これがね、うお、よいしょ。あべ、よいしょ。おお、パワーで押されてるよ。よいしょ、あ、来た。はい、あ、
お願いします。ここからひっくり返されることもある。ここね、デュースの戦いになるよ。ただここで決めろ越前。あべあーよいしょ、りょうまくん。あべ越前やるな、相手も。どれぐらいのレートなのか知りたい。あやばい、まずい。おお、カイド、カイドから面白い。決まったー。よっしゃー。このカイドが決めて。カイドから面白い。うっす、カバチです。あぶぶぶ。もちょもちょ。ああ。しつけ。強いんじゃないかな。しつこいですー。あ、二丸。ここ大事、ここ。はい。よいしょ。はい。やべ。うわ。うわあ、うまいな。頑張れ。あ、やべえ、粘れ粘れ粘れ。やあ、最悪。どうなんだろうね。あ、でもしたら高かったら上がってるけどね。そんなにやらないんじゃない。まあね、5点まで取っとけばまあまあまあって感じなんだよね。そうだがっちゃうかな。882だからね。あ、まあまあまあ下がんないと思う、ね。いやー、惜しかったね。勝ち切りたかったな。200差あれば、ほら。わかった、わかった。次勝ち手。ね、やっぱりドロップを正確に拾ってくるからね。うん、なかなかそこ考えないといけないね。ちょっと。ゆうたさん。なるほど。うん、あ、チャンス。キャンセル拒否。さあ、どうする。誰が来る。まあね、結構やっぱ2880とかだとね、やっぱね、弾が重い。弾重いね。下がってくるから。うまいよね、やっぱり結構。おゆうたさん。やろう、もうやろう。やらないと。ああ、やだって。かたくなに拒否。まあそういうのあるよね、やっぱり。自分が苦手としてるキャラだったらね。そう。だってレート下がっちゃうもんね。まあね。だから別に、どうなんだろうな。ゆうたさん？いや、キャラ的には。ああ、なんだろう、これね、ああ、でも。3本だったぞ。3本だ、これ。やめとけばいいんじゃないの？超次元バトル見せる、マトリックスバトル。止まるからね。そう、やっぱね、無線の人が多いのかな。そうだ、ね、優先にしとかないと。やべ、これ一番強制できないから。そうだね、止まるな。おお、なんだろう。こういう戦いになるよね。この同キャラは長引くんだよね、基本的に。おー、来た。おーい、いいんじゃない。あんまそんなに硬くないんですよ、ここまで、うん、3本といえ3本って。おー、やべ。おおー、 B、 そこ B。 あーべ、もうね、ラグイとね、ウルトラスマッシュはね、結構もう無理だ。おい、逆にチャンス。はい。ラッキー。うん。うん。おい。こいつやっぱ飛んじゃうんだよね、プロペラで。せやね。あれ、あ、ここがね。来るなぁ。勝負させないと。ここがね、結構やっぱり。あ、まだ。よしよしよし。おお。おお。あべ。ちょっとね、やっぱり相手との差がね、分かんなくなっちゃう。あ、ミスかな、相手の。そうだね、ミスだね。まあね、隠るからしょうがないんだよね。ちょっとタイミングが重要だからさ、これ。おお、すげえ。すげえところ打ってきたの、今。タイミング完全ずれたね、今。うん、
ああ惜しい。まあこういうことあるんだね。ボディーショットとかあるからね。こいつズーがでかいから基本的に当たりやすい。マッチポイント。来た。これ返されちゃう。おっ、ラッキーラッキ ー, あー、まああのね、わかるその気持ち。奥に行っちゃうんだよね、うん、これどうだ、今何点取られた。3?4 か、4もまずいな。おお、2900の人だね。よかったよかった。強っ。どんぐらい。おー、2700。よしよしよし、2700とかね。結構なんか、スンスンスンと言ってますけど。そうだね。行きやすいのかな。まあどうなのかね。どうなのかわかんないよね。突然だから。まあ、で、ちょっとやりたいことやろうか。2人でやる。いや、いいんじゃない、シングルス。え、俺とやるのか。あ、そう。シングルスやってみようか。うん、じゃあ、どう、マリオ使ってみる。じゃあ、俺マリオ使おうか。そうだね。じゃあ、俺がこっちで。ちょっと稽古つけたのか。で、ちょっとどうしようかな。何やる？あのね、なんかね、やっぱコートによって違うから、その特徴、うん、これ一番じゃん。これがハード。遅めなんだよね。そうだね。早め。で、これが早めなの。やっぱこれワリオとかはどうなんだろうね。これさ、コートってでもさ、選べないよね。いや、ランダムなんだよね。だよね。そう。球速が早いんだこれ。ここら辺とかは本当にもう。お遊びだよね。うん、サンドコート。これやったことないから。そうだね。よし、じゃあ、まあ、この、草の足の速いだとどうなのか。そう、やってみようか。めちゃくちゃやるな。いいよ、そういうの。そういうね、その、前打ってさ。すごい攻めだよ。え、嘘でしょ。まあわかる。こっちね、奥やるとね、わかんなくなっちゃう。やりづらいよ。それね、やりづらい。マジわかる。速いのこれ。あ、回し速いから。ちょっと待てよ。え？ちょ、何これ？やっぱガチ賛成してないだけ。まずい。あれ？何やってんの？危ない危ない危ない。うわー、ちょい。家賃に参入してないとこうなっちゃう。廃れる。早いな、球が。おい、はい、ああ、ガチに参、まあでもしょうがない。これ奥はね、スーパーむずい。俺もわかる。俺も奥だったらね、結構やばいもん。ほら、それで決めていたいんだよな。ウルトラソン今についてくるよ。あべ、これマジむずいよね。はい、あ、まさ、うわー、なんか強くなったな。あ、これがね、スティーブ赤ついちゃうんだよ。スティーブトラストだ。よしよし、さすがに1点取れない。あれ、あー、マジかよ。何、こんな差あんの。あ、いやいやいや、これでも結構ミスってるけど。おお、ちゃんと決めな。アドバイスすんのもん。ちゃんと決めなあかんの。ああ、今マジかよ。ちょっと声大きいな。一セットも取れないの。まあこれは性格の、ああ、やべやべ、性格のレギュラーとレギュラーかじゃないのかの違いよ。これ荒井じゃねえぞ。あ、お前荒井だよ。荒井切ったんだ。マジかよ。嘘だろ。嘘だ。これ、まあ、ね、だから要はこの今言いたかったのは、芝生のコートってやっぱ速いんだよね。早い。トリッキーでもあんだけ速い。1点も取れなかった。俺は2700の力っちゅうことやな。みんなより強くなったな。で、ちょうど2200ぐらいから始めたんだよね。2200ぐらいまではおもちゃ TV がやってたんだけど、そっからなんか俺最強に勝てるようなとかやらせてくれって言って、したらもう2700ぐらいまでね、ベベベって来たんで。さっき勝った人も2900だったからね。そう、だから、
なんかもしかしたら、まあ、キャラがね、クッパジュニア結構強いっていうのもあるのかもしれないけど、まあでもどうなのかな、でもみんな結構やっぱクッパジュニア使ってない人も全然いるから。使ってない人も多いよね。3000の人と1回当たったよね。そうだね。3053の人はピーチだったよね。当たったね。だから3000ぐらいまでなんかいけるのかな、目指したいね。まあ目指したいね、そこぐらいまで。まあ結構なんかタイミングがあれば結構いけそうな感じがする。ね、次はまず2800だね。そうそうそう。まああとはね、そしたらダブルスかな。そしたらダブルス。やっぱり俺が新井をやっぱりちょっと育ててレギュラーにしたやっぱりあいつ口だけなんだよロン毛で新井っつーのは。いや俺完全に新井やん今のゲーム。新井とさ最初のさ1点と出会うシーンだよね。新井がツイスト画面決めたのかって感じ。ツイスト画面決めたのかって感じ。ちょっと恥ずかしかったな今の。まあそんな感じでね、カットしてもらいます。いやどうどうどう、バッチリ使います。2000、次800ぐらいの時にね、まあまた取って800いくかいかないか、ね、2800の時また撮りたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。マリオ。